皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。学術会議の問題で浮き彫りになるメディア、学者、野党の異常さ。学術会議の問題を使って政府批判する人たち、かなり浮世離れしていることが白日のもとにさらされています。こちらではこのニュースについてのメディア報道や着目点、また日本国内の反応など、今日も楽しくお伝えしていきますので、どうぞ最後までお楽しみくださいね。まずは河野大臣がなんじゃこりゃとお怒りになられた記事をご紹介します。10月9日付時事通信によると、河野太郎行政規制改革担当相は9日の記者会見で、日本学術会議を行政改革の対象とする考えを示した。具体的には、内閣府に設置されている日本学術会議事務局の国の予算や人員の年末までの見直しを想定、学術会議の定員には踏み込まない見通しだ。河野氏は自民党側から行革の観点で見直しを検討してほしいとの要請を受けたことを明らかにした上で、予算、機構、定員の観点から見ていきたい。会議の活動のためどれくらいの事務局の人員が必要か見ていくことになると述べた。チェックの対象については学術会議の会員でなく事務方の人員だと語った。一方、記者団から学術会議の組織、人員に問題があるかとの質問に対しては、中身を見ていないので申し上げにくいと述べるにとどめたと報じています。そしてこの記事に対して河野太郎行革大臣は、なんじゃこの記事は、政府のすべての支出は最初から行政改革の対象ですとツイートしています。9日のツイートに対して11日現在約10万件ものいいねが集まっています。この日本学術会議の問題はパンドラの箱を開けてしまったのか、完全にやぶへびになっています。この問題に登場する人物の多くが癖が強く、発言してはやけどしてしまうような状態になっていますね。一番の注目点は、2015年に中国科学技術協会と協力を覚書に署名している問題です。ある民放の番組に出演された、今回任命拒否された立命館大学法科大学院の松宮隆明教授は、それデマなんじゃないですかと言っていました。その発言を紹介したバズフィードが日本学術会議に取材したところ、中国との軍事研究への協力はありませんと否定したそうです。しかし、日本学術会議のホームページを覗いてみると、平成27年2015年9月7日、中国科学技術協会において大西隆日本学術会議会長と菅慶徳中国科学技術協会会長との間で、両機関における協力の促進を図ることを目的とした覚書が締結されましたと載っています。覚書の用紙をざっくりご紹介すると、学術活動の情報交換、研究者の交流、共同ワークショップの開催、科学情報の共有、両機関は本覚書の範囲内で推薦された研究者を通常の慣行に従って受け入れ、研究プログラムの調整や現地サポートの対応を行うと書かれています。専任計画に直接関係していないかもしれませんが、ズブズブじゃないですか。会長の菅慶徳氏を調べてみると、中国にある衛星政党共産党に認められた小さな政党の中央主席です。その小さな政党の名前は九三学社と言います。日中戦争後期に重慶で結成された政党で、中国における日本の投降日である1945年9月3日、戦争勝利の日にちなんで九三学社という名前にしています。日本は中国共産党と戦争した覚えはないとか、皆さん言いたいところはいろいろあると思いますが、
名前からして完全に反日政党ですよね。そのトップが中国科学技術協会会長であるということです。中国の専門家で筑波大学名誉教授の遠藤誉氏によると、2015年は中国のハイテク国家戦略中国製造2025が発布された年だそうです。米中のハイテク戦争がやってくる、アメリカに負ければ中国は滅びると予想した中国は、世界の工場から脱して技術立国になるために中国製造2025という国家戦略を打ち出したのです。もちろんその中には軍民融合も謳われています。まあ軍民を切り離すことの方がナンセンスなんですけどね。その同じ年に日本との覚書に署名しているのを見ると、中国の策略にまんまとハマっている日本っていう構図が見えてしまいますよね。アメリカの国務省は9月9日、安全保障上のリスクがあるとされた1000人の中国人留学生と研究者のビザを無効にしました。そして中国共産党の軍事的な目標に関係しない留学生ならば歓迎するとしています。8月には NASA の研究に関わっていた中国出身の大学教授が中国の大学との関係を隠して研究に関わっていたということで逮捕されています。こういった世界的な流れで見ると、今回の任命拒否は自然な動きだと思いますが、皆さんはどう思われますか？国内で見れば、未だに国籍不明の蓮舫議員が大きな顔で菅首相を批判しているのを見るにつけ、なんだかな、どちらを向いて活動しているのかな、とうんざりしてしまいますよね。日本学術会議の問題一つで、リトマス試験紙のように赤い人たちがあぶり出されてしまいました。世界各国のアカデミーは非営利組織などが多く、政府からの資金が入っているところも多いのですが、全額ではなく寄付などを集めて運営しているところも多いみたいですよ。日本学術会議もそうしたらいいんじゃないでしょうか。その昔、蓮舫議員が仕分けしていたように、河野大臣、学術会議をバッサリ切ってしまって構いません。学問の自由には何も影響ありませんので。この問題、日本国内からも興味深いコメントがたくさん上がっていましたので、そちらの方もいくつかご紹介したいと思います。日本国内の反応。研究者は自分を認めない国が悪いなどとメディアを使って大声で騒ぎ立てたりしません。そんな暇なんてありません。10億の予算は未来ある若手学者に配った方がはるかに日本の国益になりますよね。アカデミーだから自由に活動したいというのなら税金抜きでどうぞ。学術会議は設立直後から共産党に実質乗っ取られ、学問の自由の名のもとに学問とは程遠い政治集団となっています。日本学術会議は実態を知れば知るほど改革が必要であり、現組織は解体して国から独立した民間団体にすべきです。森友とは全く筋が違い、野党は騒げば騒ぐほど菅さんの術中にはまって、最後は振り上げた拳で自分の頭を叩く羽目になるのではないでしょうか。河野さん、将来総理になりたければこんな会議はさっさと解体してください。左でなければ学者にあらずといった歪んだ学問の世界を今こそ断ち切るチャンスです。中国の科学技術団体との覚書を交わしていますが、あの国では民間団体でも中国共産党と関係ない団体はまず間違いなくないでしょうね。もはや学術会議のへりくつは通じません。学術会議は共産党の活動拠点でした。左翼の活動拠点が政府内にあること自体おかしいでしょ。立憲民主党は本来ならコロナ対応について審議するはずの休会中審議をこのどうでもいいことに変更させました。バカですか？だから普通の国民に相手にされないんですよ。蓮舫さん、事業仕分けの時に日本学術会議を民営化しておけば何の問題もなかったんですよ。菅首相は長年の官房長官の経験で温めてきた既得権益や古いしきたりの弊害の改革への思いを
この千載一遇の機会に実現しようと邁進しています。相当な抵抗が予想されますが応援します。菅首相が河野氏を行革担当大臣にした理由がよくわかりました。ここからは私的な感想になりますが、船の抵抗を減らす北海道大学の研究を軍事研究と決めつけて、学術会議の幹部が北大に乗り込んで研究をやめさせたという例があります。あれれれれ、学問の自由はどこに行ってしまったのでしょうか。学術会議の皆さん、カーナビや Google マップなど使わないで紙の地図を使って移動しているんでしょうね。 GPS はもともと軍事用ですよと言ってやりたくもなりますよね。どこまでもお花畑、そして中国は OK で日本はノーのダブルスタンダードに吐き気がしてしまいます。河野大臣、日本学術会議は解体または完全民営化でお願いします。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。